皆さんこんにちは、エルザです。今回はアプデでメガホンが強化でもダメージアップで何が変わるのとなります。メガホンの強化が出てきてちょっと経ちましたが、トラスト無印の使い勝手は皆さんどうでしょうか。もともとメインとスペサブのバランスが良かったので、このメガホン強化はいろいろ考える部分がありますよね。実際にメガホンのアンケートを取ってみたところ、6割ほどは強化を感じているようでした。もうちょっと数が増えたら変わるかもしれないですがね。ではこのメガホンの強化は何が良くなったのか、どういった時に使うとより強力なのかっていうのを解説していきたいと思います。また本題に入る前にですが、このチャンネルはゲームの解説と実況を随時投稿しています。応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいです。それでは早速解説していきたいと思います。まずメガホンの性能変化を見ていきましょう。アップデートの内容としてはダメージアップとなっています。まあ、17% ぐらいですね。で、総ダメージだけ見てみると648から756と結構いい感じのダメージアップになってます。総ダメージという点で見ると、ガチホコバリアやグレートバリアといった耐久を持つオブジェクトにはかなり有効となりますね。しかもフレーム単位の火力もちょっとだけ上がっているので、以前よりも破壊効率は上がっていると言えます。壊した後に分散するので、相手からすると邪魔でしかないっていうところですね。ですがこのダメージアップは恩恵を受けれない部分というのもあります。それは追尾性能との関係性ですね。メガホンレーザーは敵の動きに対して 0.5 秒前の動きに合わせて動くという性能があります。場合によっては一切攻撃が当たらないということもあり得るということです。この点を考えると火力アップしたが当たり性能は変わらないので、使いどころが悪いと実感できないっていうのが難点になります。前作のハイプレのように自分で狙えるわけではないですからね。事故率を上げるには十分なアップデというところでしたが、対策できるプレイヤーからするとそこまで脅威ではないという可能性があります。ではこの火力アップをより効果的に使うために何を意識するべきか詳しく話していきたいと思います。まず火力の面から見ていきたいと思います。火力が脅威になる場面というのは大きく2つあります。1、耐久値を大きく削る。2、敵が意識的に避けてくれる。この2つですね。火力が高いという点を考えるとこの2つが大きな恩恵となります。単純な性能アップですが脅威にはなるんですよね。まず1に関しては耐久値による対策が可能という部分です。先ほど話しましたが、ガチホコやグレートバリアに有効な部分ですね。この2つに関しては早めに壊すことができ、恩恵を受けれるため、メガホンの使いどころとしてはとてもありがたい部分です。また、カニタンクに対しても、もともと 1.5 倍の補正が入っているので、以前よりも破壊がしやすくなるという恩恵もあります。これにより、耐物ギアがいらなくなるので、メガホンによるホコ割りやスペ対策でつけてた人は、ギア枠を1つ開ける理由になりますね。2つ目の敵が避けてくれるというのは、意識的な部分となります。ダメージアップという言葉の響きで考えると脅威になるんですよね。以前であればちょっとのミスでもデスはしなかったんですが、油断して避け方を間違えるとキルが取れるくらいにはなっています。特に足場が悪いシーンではスリップダメージもあるので、その恩恵を受けやすくなっているというところです。この微妙なバランスですが、事故を引き起こすにはとても有効だったと言えます。ボンミスによる範囲を広げたという感じですね。そのため敵が以前よりもその場に留まりにくくなっているので、しっかりと後衛を狙って動かしていきましょう。火力アップという面では見た時の恩恵はこの2つになるかなと思います。事故率アップは何かといいですよね。しかもトラストのメインとポイズンを使えば以前よりも早くキルが取れるっていうのもありますからね。最後にですが、事故率をアップさせる方法を紹介したいと思います。ダメアップといっても狙い方が悪いと恩恵が少ないですからね。まずメガホンレーザーについてですが、これは 0.5 秒前を追尾するという性能になります。ということは早く動けば早く動くし、遅ければ遅くなるという性能なんですよね。この性能を考えた時に一人に絞った場合というのは簡単に対策されてしまうので、強制力や邪魔の拘束力は弱くなるというのがあります。そのため事故率を上げるためには複数の敵をロックオンして、より多くの敵を動かす必要がありますね。これにより攻撃を受ける射線が増えるので、見る場所というのが多くなるんです。
さらにメインやポイズンで追い打ちをすることにより移動を促すことで事故率がアップしていきます。メガホンを使った時ほどより広く多い敵を狙うように動かしていきましょう。ということで今回のメガホンアプレイに関しては以上となります。当てれないにしても強化は嬉しいところですよね。火力アップという響きはアプデの中でも意図的に脅威を植え付けるので個人的には言葉の圧力が増えて良かったなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。まだまだスプラの動画やその他のゲームも随時投稿していきますので応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。